アグリコラはドイツのボードゲームである。ウベ・ローゼンベルクによってデザインされ、ルックアートゲームズから発売された。このゲームの目的は未開拓の農場を開拓していき、畑を耕作して作物を育て、牧場に家畜を飼ってゲーム終了時に最もバランスの取れた農場を築くことである。勝利するためには休校地をできるだけ少なくし、 上質の素材からできたより大きなファームハウスを建てた方が良い。また、プレイヤーは農場を世話する家族を、初めの二人から五人まで増やすべきである。2007年にまず、シュピールで公開され、2009年1月には、ホビージャパンから完全日本語版が発売された。アグリコラは、2008年に、ドイツ年間ゲーム大賞の複合ゲーム賞と、 ドイツゲーム大賞を受賞した。またこの年、ボードゲームサイト、ボードゲームオニックのランキングにおいて、ゲーム、プエルトリコによる5年にわたる、首位独走を終わらせている。アグリコラーの準備牧場と、馬屋の豚牛羊角プレイヤーは、はじめ、二人いる家族のための部屋をに部屋備えた、小さなファームハウスを持って出発する。家族は各、角。 ラウンドごとにその人数分だけプレイヤーがアクションを行うことを可能にする。そのアクションには資材の収集、耕すことと種まき、家の拡張、進歩カードを出して農場を改良することなどがある。利用可能なアクションの種類はプレイ人数によって異なっており、各アクションは1ラウンドにつき1回だけしか行うことができない。このゲームには2種類のルールが用意されている。 すなわち、ファミリールールと標準ルールである。ゲームのメインボードは、裏表両面が利用可能になっていて、片面がファミリールールのためのもの、もう片面が標準ゲームのためのものである。標準ゲームを遊ぶとき、プレイヤーには2種類のカードセットを各7枚ずつ配られる。一方のセットは、キコリ、パンやネズミ取りなどの職業カードであり、もう一方のセットは、 釣りざ改良型すき、豆畑などの小さな進歩カードである。それぞれのカードは、プレイヤーに、追加の食料や、資材などの形でわずかずつではあるが、アドバンテージを、与える。ファミリーゲームのルールは、職業と小さな進歩のカードが用いられない以外は、標準ゲームと同一のルールである。169種類もの職業カードと、139種類の、 小さな進歩カードが用意されているので、ゲームの初めにどのカードが配られるかで、毎回異なるゲームを遊ぶことができるだろう。ゲームが進行し、プレイヤーが自分の家を拡張すると新たな家族を加えることができ、より多くの回数のアクションをこなすことが可能になる。また、毎ラウンド新しい種類のアクションが利用可能となっていき、野菜や動物を手に入れて育成や栽培、 繁殖、調理することができるようになる。数ラウンドごとに収穫が行われ、そこで穀物の収穫と家畜の繁殖、そして最も重要な家族への食料の供給が行われる。食料供給は失敗するとプレイヤーの得点を大きく減らすので、このゲームにおいてプレイヤーが最も苦労する局面である。食料供給を乗り越えると、 プレイヤーは最も豊かな農場づくりのバランスを模索しなければならない。なぜなら各作物や動物、建物が少なくとも一つずつは農場にないと、プレイヤーはゲームの終わりにペナルティを受けるからである。農場は多様なものがより良いものとされるから、このゲームにおいて成功する戦略は、特定の部分に集中し特化しすぎるのではなく、多くのゲーム要素に、 いつも関わっていくことなのである。2009年2008年2008年のミネート2007年。ありがとうございます。